皆さんこんにちは。今日は私のリアルなナイトルーティンをお送りします。可愛くなるために前日の夜に仕込んでる私のやっていることを紹介していこうと思います。最後までお楽しみください。まずは毎日欠かせない手洗いうがいをしていきます。イエイ。今日の洋服はザラで買ったやつ。このピアスがお気に入りです。朝に洗い残していた食器洗いと冷蔵庫の余りでご飯を作っていきます。食器洗いは上機嫌に行うことがポイントです。冷蔵庫の中に鮭と玉ねぎがあったので、そちらを使ってクリームシチューを作っていこうと思います。さあできるのでしょうか。無事完成したみたいです。美味しくできたので奇跡です。乾杯。これがたまんねーです。ここからはお風呂に入る準備をしていこうと思います。私のお風呂のお供はこちらです。そしてお風呂に入る前にメイクを落としちゃいます。私が使っているのはアンドハニーから新しく出たスキンケアシリーズのクレンジングバームクリアというんですけれども、このクレンジングは一つでメイク落としと角質ケアと洗顔、マッサージ、保湿もしてくれるというかなりの優れものなんで、ズボラの私にはとってもぴったりなんです。で、他にも種類があって、このクレンジングオイルがメイクをしっかり落としたい方、そしてバームモイストがしっとり潤いを残したい方、そして私が使ってるバームクリアが毛穴汚れをケアしたい方におすすめとなっている商品でございます。ここにね、スパチュラがついているのもとてもありがたいです。洗い上がりは結構さっぱりなんですけど、蜂蜜美容のおかげで保湿もちゃんとされてて、なおかつ突っ張らないというところがとってもお気に入りです。あとね、なんてったって香りが本当にいいんですよ。これはちょっとぜひ使ってみてもらいたいんですけど、さっぱりめのフルーティーな香りで、なんか本当に食べれそうなオレンジっぽい蜂蜜という香りで本当に最高です。そして私が使っているのは毛穴汚れにフォーカスしている商品なので、毛穴ケアもしっかりすることができます。見てほしいのはこちらです。お肌のね、このツヤツヤ感わかるでしょうか。いや本当にね、肌の調子がいい感じです。そしてパッケージも可愛いので本当におすすめです。お風呂行ってきます。シャンプーとトリートメントもアンドハニーのものを使っています。私が使っているのはシルキーのスムースモイスチャーシャンプーとトリートメントです。これも結構香りは爽やかな感じで、絡まりとかごわつきが気になる方はぜひ使ってみてもらいたいです。もう仕上がりがとてもサラサラになります。お風呂から上がりました。今の時期はね、すぐお肌が乾燥してしまうので急いでスキンケアをしていきます。そしてヘアオイルもアンドハニーのシルキーのオイル使っていきます。つまり可愛いは全てアンドハニーでできているということです。
かわいいを作ってこう。こちらもサラッとした仕上がりで香りもフルーティーな香りです。もうヘアケアもクレンジングも本当に心からおすすめなので、ぜひ皆さんを使ってみてください。ヘアブラシで髪の毛を整えていきます。このブラシは、大和さんとお仕事した時に持ち帰っちゃったやつなんですよね。使っていいよって言ってくださったので使ってます。大和さん本当にありがとうございます。そしたらここからはオイケアの時間です。イエーイ。やっぱ今の時期乾燥が気になったりしてしまうので、スチーマーを炊きながら、ヤーマンの美顔スカルプリフトって言うんですか、で顔をリフトアップしていきます。これを使うことで顔のコリをほぐしてむくみにくい顔を作っていきます。結構この時間が好きで、これをしてる間に本読んだり、スマホでネットフリックス見たり YouTube 見たりとかをしながらやるのが結構おすすめです。肌の状態によってリフトじゃなくてパックをしながらする日もあったりします。ここでマッサージをしていきます。セルフマッサージになるんですけど、これは本当にずっとやってます。3年前4年前ぐらいから。筋トレの方はねちょっと別の動画で撮りたいなって思っているので、そちらをお楽しみにしていてください。そしたらまつげ美容液塗っていきます。まつげ伸びろまつげ伸びろと念を込めて塗っていきます。そんなこんないろいろしていましたが、ついにベッドインです。そしてもっと髪の毛をサラサラにしたい方におすすめしたいのがこのシルクの枕カバーです。私はアマゾンで買ったんですけど、本当に朝までサラサラに保ってくれるのでめちゃくちゃおすすめです。なんか今日はおすすめしたいものがたくさんあったんですけど、皆さんなんか気になったものがあれば使ってみてください。それでは今日の動画を見てくれてありがとうございました。またね、おやすみなさい。